はい、オカミ気候放浪記。今日はですね、厚木市の上荻野にあります御嶽神社に来ています。ここはいつも通るところになって気にはしてたんですけど、そんなに大きな社ではないんですが、ちょっとした像があるということで、なんか狐さんみたいですけど、狼のお顔がすごい全然違うんで、ちょっともしかしたらっていう感じですね。いや、写真で見るより急階段ですね。もうお社が見えてるんで、整備されたのは昭和56年と、そんなに大昔というわけではないですけど、結構社綺麗ですね。ボロボロで朽ち果てているようなね、紀伊半島とかで昔見ましたけど、ちょっと非常に怖いなっていうところね、なんとか線っていうところでしたけど、確かあそこの神社っていうか、寺院は、多分修験道の宿なんですよね。すごい山奥にあって、絶対こんなとこ人が住まないだろうっていう、そういうところにあったね、不気味な社に、夕方たどり着いて、近くでテントを張ったっていう記憶がありますけどね。そんな古いものではないと。全然綺麗ですね。やっぱりちゃんと管理されているんですね。早速いました。顔怖いな。結構怖い顔していますね。もうちょっと白っぽい像を想像してたんですけど、苔というか色が少し入ってる。石像、木像、銅像といろいろ見ていますけど、狼関係のね、像っていうのは少ないんで、狐さんにしちゃ随分お顔が怖いなと。もうお社っていうか、今日の訪問地はここだけなんですけど、これは石像ですね。しっかり刺した石の像で、尻尾が結構長いですね。これですね。狼は狼の、パート1の方で、こういった像っていくつも取り上げられてましたけど、お顔がね、でもなんかそのままにしてる。ちょっと普通の稲荷神社で見るような狐さんとはちょっと違いますね。実際こちらはお顔がこういう感じでね、目がすごいで、足が長い、垂直にこう立ってね、尻尾はね、この先の辺はちょっとどういう感じかわかんない、少し長めになっていると。そうですね、高さが50センチぐらいでしょうかね。こんなお顔してらっしゃるってね、目とか絶対怖いし、夜来たくないとこですね。御嶽信仰と、全国にその狼信仰の関係の神社っていうのがたくさんあるようで、ちょっと私も全部は行ったことはもちろんないんですけど、これからね、100とか200とかいろいろ見ていく、数を見ていく中で、何か、少しでも勉強になるのかなって思って、言ってますね。これもっと古いお札のような、すごいな、これどうなってんだ、打ってあるんですね。ちょっと曲がってるんで、これは、書いた方のお名前が書いてあるようですね。すごい字ですね、御嶽さんの御という字が、こんな状態ですね。いや、とりあえずお顔が見れたということで、そんなに集落からの人たちの声が聞こえるぐらいの距離なんで、そんな山奥じゃないです。入り口から徒歩3分という感じですね。ちょっとね、こう下顎が気になりますよね。やっぱ歯がすごい出てるっていうか、歯の位置がすごい気になりますよね。これですかね、なんていう、どの位置の歯でどういう名前かもちょっと勉強してないんでわかんないですけど、これも尻尾が長いですね。こんな感じですね。後ろ姿はこういう感じです。ちゃんと清掃用具がありますから、掃除が行き届いていると。必ずね、対になって、この場合は同じ方向を向いてらっしゃるということになりますね。そうじゃないところもあるようですけどね、ちょっと本当にいろいろ見てということでね。正面が結構入り口にあるとね、よけじゃないんですけど怖いですよね。はい、上荻野の御嶽神社でした。